嘘でしょ、スクワットダメだったの？はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は太もも痩せの鉄則ということで、足を細くするためには何をすべきなのか、どうして足が細くならないのかというところを解説していきます。最後まで聞いてもらうことで、明日から足を細くするためには何をすべきなのかが分かってきます。今回もバッチリ解説していきます。ということで、太もも痩せにするためにはまず運動か食事の管理、このどっちかではダメです。両方大切です。ですが今回は運動に関して解説していきます。まず基本的には太ももというのは筋肉太りか脂肪太り、むくみ太り、基本的にはこの3つに分かれております。この3つが解決しない限りは太もも痩せは不可能となってきます。なんでかと言いますと、筋肉があるのに筋肉をつけると太くなります。脂肪があるのに脂肪が減らないと細くなりません。むくみが改善されない限りは細い日太い日ありますので、基本的には細くならない日々が続いてしまいます。まず結論から言いますと、ポイントは3つありまして、自重でエネルギー消費を上げる、マッサージをする、ストレッチをする、この3つとも必要です。もちろんこのタイプどれなのか確実に分かっているのならば、この3つのうちどれかを減らしてもいいんですけども、はっきりしない場合は3つとも行った方が確実です。ではまず解説していきます。足を細くしたい人、誰もがスクワットやってますよね。動画で検索したり、ネットでブログを見たり、足を細くするためにはスクワットだよ、スクワットで代謝上げて痩せようよ、細くしようよ、そういった解説や文章多いですよね。リスクがすごくあります。まず自重でスクワットをした場合は回数結構できますから、代謝を上げることにはつながりませんけど、動いている間というのはエネルギー消費を上げることができます。もちろん負荷が軽くても回数いっぱいこなせばですね、多少なりとも筋肉はつきますけども、そこまで追い込める人なかなかいないと思いますから、基本的には消費カロリーを上げるために自重でスクワットを行う。もう一つは負荷をかけてスクワットを行う、ダンベルやバーベルを持ってですね、しっかりももに効かして10回3セットとか苦痛を耐えるとですね、代謝が上がります。その代謝が上がる過程ではですね、筋肉の回復や筋肉に必要な栄養素を持ってかれますので、たくさん食べた場合とかでも痩せやすい状態を保つことができます。ただ一つデメリットがありまして、食事の管理ができていない場合、その場合はですね、筋肉を大きくする材料がたくさんありますから、筋肥大する確率があります。負荷をかけたスクワットを行うと、食事の管理ができていないと筋肥大しますから、筋肉太りの方はさらに筋肉が太くなって、最近ジム行ってスクワットしてるらしいね、なんか顔痩せたんだけど足太くなってないっていうようなことをね、言われ出します。そうなってくると、足を細くしたいのためにスクワットしてるのに、一向にね、気になる足が細くならない、気にならない上半身ばっかり痩せてしまう、そういった現象に陥ります。でスクワットをした際に筋肉太りの方はさらに前ももが張ってしまう、脂肪太り、むくみ太り、そのような方は太ももに変化ない、もしくは細くなった、どちらかの選択になってきますので、スクワットをすることで筋肉太りの人はおすすめできません。脂肪、むくみ、そういった太り方の足の方は良くもなく悪くもなくという答えになります。じゃあ次に、太ももを動かすエクササイズ、いろいろありますよね。例えば立ったままで足を上げるとか、寝たままで足を上げるとか、寝っ転がってボールを潰すとか、いろんなエクササイズがあります。立って行わないエクササイズたくさんあります。そういったエクササイズの場合は負荷が軽いですから、筋肉太りの方は無駄な筋肉を落とせることができます。脂肪太り、むくみ太りの方は変化がない、もしくは細くなるということで、答えは一応三角になります。ただスクワットを行う場合よりも
この3つのタイプの方はスクワットよりは太ももを動かすエクササイズの方がおすすめというのは分かりますよね。罰ではないですから。じゃあ次にですね、ランニング、ダイエット始めるとまずランニングする人多いですよね。フィットネスジム行ってもランニングマシーン大体埋まってますよね。まずランニングやっちゃうんですよね。まあ、もちろん消費のカロリーが上がります。ランニングは有酸素運動になりますから、消費のカロリーが上がることによって足りないエネルギーの脂肪を使うことができる確率が上がります。ただデメリットがもちろんあります。カロリーを消費するということはお腹が空いてしまう。これ一番のデメリットです。フィットネスクラブ行って痩せない人よくわかると思いますけども、動いたら絶対お腹空いちゃうんですよね。もうこれ人間の本能です。長い時間動けばカロリーを使う。家帰ってよく動いた、やっべ茶碗2杯食っちゃったよとかね、甘いもん手が出ちゃったとか、そういった現象に陥るので、結果的にはあんまりおすすめできないです。あとはランニングリズム運動ですから、同じ筋肉ばっかり使っちゃいます。もちろん歩幅とかスピードとかコロコロ変えればもちろんいいですけども、基本的には同じペースで走ってしまいますから、基本的にはふくらはぎの同じ部分、太ももの同じ部分を使って運動してしまうために、筋肉太りの方っていうのは前ももがまた張っちゃいますよ。カロリー消費できてるのに太ももが細くならない、それはやりたくないですよね。それならランニングしたくないよ、筋トレの方がいいじゃん、こっち無駄な筋肉落ちるんだよ、こっちの方がいいじゃんっていう風になっちゃいますよね。で、脂肪太り、むくみ太りの方は、まあ、変化が起きない、もしくは同じ部分を使うというのは同じ筋肉の部分の血行が悪くなりますから、さらにむくみやすくなる確率がアップします。じゃあ何すればいいの。この3つ、スクワット、太もも痩せエクササイズ、ランニング、何して太もも痩せしたらいいの。答えはこれです。負荷の軽い太ももを動かすエクササイズをいろんな種類やってください。スクワットもですね、狭いスタンス、広いスタンス、つま先開く、つま先開かない、いろんなスクワットがありますけども、基本的には筋肉太りの方は NG ですので、そこのリスクを取って太ももをスクワットを行ってですね、食事の管理ができていないかもしれないのに、筋肥大するかもしれないのに、スクワットを選ぶというのはちょっとリスクがあります。ということで答えは太ももを動かすエクササイズを行ってください。じゃあ何をね、どこ使えばいいの。それは主に使う部分は太ももの裏。人間というのは前に動いて生活していますから、体の基本的に前側の部分っていうのは後ろよりも筋肉があります。特に太ももなんかはですね、しゃがんだり立ったり、階段登ったり、坂道登ったり下ったり、前ももばっかりをね使って生活していますから、前ももを使うエクササイズを行うとさらにね筋肉のバランスが悪くなって、どのエクササイズをしても太ももの前ばっかり早く疲れて、前ばっかり筋肉痛が起きて、前ばっかり張っちゃうんですよね。そうならないためにはできるだけ裏側を使ってください。もも裏を使うことによって日常生活で前ももをあまり使わないように生活することがだんだんとできてきます。あとは内転筋です。皆さんだんだんとね足閉じとくの辛いですよね。例えば椅子に座ってるとき、デスクワークで仕事中、机について勉強してるとき、絶対足開いてますよね。女性でもやっぱりね、人の目がなかったら足開いてますよね。それはだんだん内転筋が衰えて、足を開きたくなって閉じるのが辛くなって、だんだんと骨盤が開いたりして、O 脚、X 脚、または便秘、そのようなね骨盤の歪みが発生して、太ももに老廃物が溜まりやすくなって足痩せしにくくなりますから、そうならないためにも衰えている内側の内転筋を鍛えてください。で、次にマッサージする部分、それはふくらはぎと前ももです。太ももの裏のマッサージももちろん大切なんですけども、基本的に筋肉を柔らかくすると筋肉の収縮が遅れますから、もも裏を鍛えた方がいいのに、マッサージをしてしまうと筋肉がつきにくくなりますから、できるだけ使いすぎている前もものマッサージ、そして
むくみ改善のためにふくらはぎをしっかりマッサージをしてください。で最後にですね、主にストレッチする部分ですけども、ハムストリングはね、柔らかくしない方がいいと言いましたけど、ハムストリングが硬いとですね、膝を伸ばしている状態が辛くなりますので、ちょっと膝を曲げた状態でね、生活してしまいやすくなります。そうなるとちょっと膝が曲がっているとですね、太ももの前側をいつも使った状態になりますから、そうならないためにもハムストリングをしっかり伸ばして前屈をしっかりしてですね、せめて手のひらが床につくぐらいはハムストリングを伸ばしてストレッチを心がけてください。あとは前もも、やはり前もももね、日常的に使いすぎてますから、前ももがそれ以上疲れないように前ももをしっかり伸ばしてください。あとは足首です。足首が硬いとですね、半長膝といって太ももと足首にかけて角度がまっすぐではなくね、膝が後ろにポコッと出た状態になってしまいます。そうなるといつもふくらはぎと太ももを使ってしまう生活になってしまいますから、前ももの張りがね、とても衰えにくいです。半長膝の方は大体ですね、ふくらはぎが後ろにポコッと出ている、前ももがポコッと前に出ている、そういった足をしてますから、そうならないためにもこのハムストリング、前もも、足首、この3つ必ずストレッチを行ってください。ということで今回はね、太もも痩せの鉄則というお話でしたけども、勉強になった方はよかったらグッドボタンとコメントお待ちしております。最後にですね、タートルフィットネスの動画の中に再生リストがあります。その中に太ももの前側が張りやすい人向けのエクササイズというところに動画を何本も収めてますから、太ももを動かすエクササイズ何したらいいのってわからない方はこちらの再生リストにある動画を選んで行ってもらえたらと思います。ということで今回も皆さんご視聴ありがとうございました。 Thank you.